今日の血液が足らない第3位はこれの思い出すのだ。はあ、悔しい。もう一回来てくれたらよかったんだけどな。ドゥルルルント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 ン、ドゥルルルルント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 ン、ドゥルルルント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 ン、ドゥルルルント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 ン、トナリの階層は青く見えるよ。困ったらディズニーネタに握る男。危な。黒オレンジ白、黒オレンジ白黄緑黄色。あ、ナイスでーす。はい。ナイスでーす。ちょっと押してみました。今あのリアクターの。寺戸さんミート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 。はい、テラミュー。今リアクター直した人誰ですか？結構なんか長かったなと思ったんですけど、ゲンさんとテラゾーゲン気がします。ケイさんがケイさんがおった来たんだけど、テラゾーさんが待機しててゲンさんも待機してて何してんだろうと思いながら到着した感じです。なんかそう、ゲンさんがなかなか行かないからあれ何なんだろうと思ってて、そう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 、ロラするかロラしよう、ロラ普通に怪しいなじゃあロラしようも。僕とアルトと菅谷さんが入ったタイミングではちょうど治りましたけど、そうですね、考えるとリアクターの下にテラゾーさんがローラしていいような気がしてて、ゲンさんがちょっと計算喋らせてあげて、あ、ごめんなさい、一応テラゾーさんが下にリアクターの下にも待機してて、2人いるのにゲンさんは直さずにリアクターの入り口でずっと待機してた。そう、ゲンさんがなかなか動かねえなって思って。間違って待って、それだけです。めっちゃ言われてる。はあ。ゲンさんの理由は？ゲンさんはそんなことない。そもそも私、上に普通に行ったつもりだったんですけど、立ち止まってるって情報が2人から出るのにすごいびっくりしてます。ああ、でもそれはずっと1だったから、ずっと1で10秒ぐらい経ってたから。そう、ゲンさん一番最初にリアクターにいたよ。はい。押してたのは誰ですか？寺戸さん？ずっと。寺戸さんは南側。押してはいないよ。下で押してたのは俺だけど、まあ1、2秒ぐらい。あれなんか10秒ぐらいずっと1位の状態続かなかった？体感だけど。体感10秒。なんかいい位置長かったで。長かったっす、長かったっす。あ、じゃあ原産じゃない。え、まあちょっと長いなと思ったんで。あの、何今回は。どういう状態なの？ドラする？ドラする？ドラならもう。ドラが早いな、ドラ。さよなら。いや、絶対1位落ちると思うな、原産だと思う。待って、ガチ、危ねえ危ねえ、冗談な、冗談冗談冗談通じてくれ。なんかいろいろと情報落ちそうな気がするけど。怖い怖い怖い4票入る、危ねえ危ねえ、マジで。多すぎる。ロラするわけないべ、あんな情報で。2票は入ってるな、狼票が。今朝白いな。今日の血液が足らない第3位はこれの思い出すのあなた、思い出すのあなたは、帰り際になんか変なおじさんに声をかけられて、養子にさせてくれないかと言われちゃうかも。ラッキーアイテムは戸籍標本。戸籍標本。俺が保育卒の本気早すぎる、早くて遅く見える。黄色ピンクオレンジ、黒ピンク黄色オレンジ、黒黄黒黄ピンクオレンジ、黒黄黄オレンジ、黒黄黄オレンジ、死ねねえか。サントスさんか。マジか、ごめん。わお、サントスさん。わお。サントスさん、俺見た。見た。どこで？あのね、
アドミンのエレクトリカルに、あのエレクトリカルちゃうわ、あリアクターなった時に俺ナビゲーターナビゲーションによってそこからシールド行ってシールド付近で合流して一回こっちへ来るかなと思ったら右上戻っていったセンターさんは。あね、メイヤーサントさんからそのタイミングで見てセンターさんですけどどっち今トトさん。サントさん。サントさん、はい。はい、サントさん結構終盤の時に O2 にいたよ。リアクターは右側かな、はい、死んだのは。メイヤーいいですか。メイヤー結構その有力な情報を持ってると思ってて、僕アドミンで確認してたらナビゲーションがあのリアクターが鳴る前ですね。にあのアドミンに1が結構長いことついてたんでリアクター無視して僕ナビゲーションの方行ったんですよ。でその時ナビゲーションで一気にサントさんを確認してます。でもそれ情報古いんじゃない結構、うん、だからリアクターのタイミングじゃないと思うサントだからてかもう最新情報が K さんだから、うん、そうリアクター全無視でいいと思う。鳴ってるタイミングで O2 直しててで直し終わってまだ鳴ってる最中にウェポンカフェテリアって通るときに O2 に入ってくサントさんを見てるからマジか。死亡対応右半身じゃないと半身右側じゃないと厳しい。だからその後ですよ俺見てんの。あそうなの。えだってリアクターが鳴ったタイミングで生きてるの見てるもん俺確認してる。いやだから今のも終わった後なんじゃない。一緒、うん、あなるほど。うんじゃあ多分ほぼ同じ。まあまあいやあんまり情報一緒だから、うん、ほぼほぼ最後ウェポンからカフェテリア来たのゲイさんに合ってますか。はい合ってます。今の話だとメイヤさんはケイさんとすれ違ったんですかナビゲーション見に行く最中。すれ違ってないね上は。いや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 いいもういいその辺は自由じゃない。うんうん、ゲイさんウェポン1位が残ってたんでなんか死んでるならそこだと思ったけどボタンを押していくタイミングでゲインさんがそっちが来たからウェポン1はゲインさんだなと思ってボタンを押しました、はいはい、うん、あちなみにゲインはウェポンのタスクしかやってないんですけどサントさん見てないっす。うわマジか結構すれ違ったけどな右っぽいですよね。お、押してくださった。はい、砂ザメ押しました。ちょっと聞きたいなと思ってるのが、センターさんってあのビーって鳴らす直前にアドミン見てたんですか？見てました。で、Kさんとメイヤさんの話からすると、まあまあ終盤ぐらいに右側で死んだんだろうなと思っちゃってるんで、そのセンターさんのアドミンの情報聞きたいかなっていう。いやーウェポン1と結構すれ違ったのとウェポン1でおっしゃったな。エレクトリカル1ついてましたけど誰かいました。エレクトリカル、エレクトリカルは俺メイヤさんなかったか多分僕あのエレクトリカル、メッドベイは誰その直前ぐらい誰か入ってました。メッドベイは俺かな、入ってない俺かな多分。トータさん右っぽいな。ビーってなる直前にリアクターナーとメドベイ、あのビーってなるほんと直前にエレクトリカルでメイヤさんピカさんケイさん砂ザメあたりがエレクトリカルとストレージの間の通路でわちゃっとなった4人が言ってる言ってる。ストレージあたりもなんかね4ついた時とかあったんでその辺ごちゃごちゃだと思うんですけど、はい砂ザメピカクロスメイヤケイのはず。うんピンク黄色テラゾーさんはちょっと喋らせてほしい喋らせて、はい、リアクターにいたのがピンク黒黄色茶色。え俺行ってないよ。あれピンクあれいなかったっけ。僕ずっとアドミンにいたもん。ピカクロスさんが証明するよそれ。それは私が証明する。ピンク黄色ごめんリアクターいた人誰。トータさんです。砂ダメ砂ダメさんもいたよね。トータさんもいた。うんいました。メイヤさんもいなかったっけ。エレクトリメイヤさんはねアドミンに来てた。あじゃあケンさんとテラゾーさんって2人で向かってなかったっけ。でも途中で直ったんで戻りました。ゲンはいやゲンさんは戻ったね。先端と一緒に行ったって感じだった。途中で直ったんですか寺堂さん。いや途中じゃリアクターに着いたぐらいで直ったかな。あいやじゃあゲンさんエンジンぐらいで直ったな。今寺堂さんの時あそういうことゲンさんの行動を教えてほしいですよね。リアクターがね、まあ、いやリアクターが鳴り終わった後はゲンをカフェテリアに戻ってウェポン行ってアドミ行ってまたウェポンに戻ってます。でその2回目のウェポン戻った後に先端さんにお会いしてます。合ってないけどな。今村の総意としてリアクター後の殺害って計算メイヤさんの発言からみんなそう思ってるって合ってますよね。メイヤさんが右行くのゲン見てます、
やべ、いらんことされちゃった。役立た、いや、まあでも重要か。ごと、あ、違う、茶色は最後見たのか、白茶だったかな。え、芸人さん誰だったっけな。飛んじゃったな、ちゃんと三振出て。もう一回押してもいいんじゃないかな。はいはい。お、うわ。あら。ボタン押してほしかったな。うん。ボタン押してほしかったな。その、あれ、エレクトリカル向かってない人が押さないと死んじゃうから。待って、でも直前でKさん見てるぞ。ゲンさんがエレクトリカルで直して、ゲンさんがカフェテリアでボタン押してるっていう状況なので、みんなボタン押さないんだなって感じ。うん。あの、ごめん、トータスさんに聞きたいです。ん？ケイさん見ましたよね。どこで？アドミン。あ、み、え、見た。わからん、うん。ピカさんは見た。ピカさんと砂溜めさんじゃなかった。あ、砂溜めさんもいらっしゃって、私が出るときにアドミンに砂溜めさんとトーサスさんとケイさん、あ、砂溜めとトーサスさんがいてケイさんが来たんですね。まあ、順番的には砂溜めさんが来てケイさんが来たって形だったんですけど、で私その後に部屋から出て行って、うん、それとところでケイさんとすれ違って、テラド、その後はテラドさんとすれ違ってエレクトリカルに入ったんです。だから、アドミンで殺されてるはずなんですよ、これ多分。砂溜めさん、証言あります？ごめんなさい、どこに誰がいたかを厳密に覚えてないですけど、確かにアドミン行きました。で、私メドベイ1が気になって、最終地点メドベイです。太田さんは？え、俺最終位置どこやったっけ。あ、あれストレージ、ストレージの一番下、ストレージの右下にいるの確認してる。あ、おーんってやった。ケイさん見た？見てない。テラゾーにあったわ、そういえば。うん、メッドベイでケイさん見てない。メッドベイじゃねえや、あのアドミンでケイさん見てない。メッドベイに砂溜めさん来てなくないですか？僕もカフェテリアずっといたから、砂溜めさん通ってるの見てない。左下通ったとかじゃないの？あの停電中だったと思います、確か。で、停電開けたらた、私目線だとピカクロさんの証言結構白目に見てます。あの、実際私がアドミン入ってたし、今この証言を落とすのはちょっと白目だなっていうことで、だからまあアドミン一番最後に出た人が怪しいかな。で、私ごめんなさい、覚えてないです、それが。いや、停電開けてから僕メドベイから出てるんで、砂沢さんさんも見た。ああ、じゃあちょっとあのボタン、ピカさん、私もボタン押せないんで、ちょっと弁解の時間ください。ゲンさん、テラゾーさんには絶対殺害無理そう。いや、弁解の時間ください。弁解の時間。じゃあ、ゲイさんと砂溜めさん、釣りてえけどな、二人とも、正直。弁解の時間ください。俺がボタンを押そう。もうそも下に。はい、じゃあ、あの砂溜め弦どっちが怪しいかでいいですか、この日は。そうですね、はい、もう二択になってしまって、あ、てか死んでる、ちょっとした格好ですけど死んでるわ。いや、ピカクロスが死んでる。え、ピカさん今いたよ、下。あれ砂溜めさんじゃない？私はリアクター直しました。で、結論から先言います。ゲンさんが、おそらく一両です。あのリアクターの上が直んなかったんで、私下が担当して、だから多分ゲンさんがキルクールタイム、相方が溜まるまで待ってたんだろうな、上のリアクター直さずにだと思います。で、今日の結論からするとローラーでいいです、砂溜めゲンの。メヤさん、メヤさん直しに行ったんですか？見てます、直しに行った。で、ピカさんもなんかね、ピカさんがね、どこだったっけな、セキュリティとリアクターの間らへんか下に行ってるのをね、ちょっとうろ覚え。上直したら誰なんですか？あ、ゲンです。で、下が砂溜めです。で、私が下ずっと押してて、ゲンさんとほぼ同時にリアクター入ったのに、上が直んなかったんで、キルクールタイム稼いでんだろうなと思いました。トータスさんのカフェテリアに残ってます。うん、あ、それアルトが確認してます。メイヤさん視点なんですけど、メイヤさんは何したんですか？うん、俺は、アッパーエンジン、まあ、リアクター行って上と下に人がいるのを確認して、上に2人下に2人いるのを確認して、俺は待ってた。
上に2人下に2人あリアクターのボタンのやつね、うん、先端はどっち、うん、僕下砂溜さん怪しいと思ってたから押した。僕も砂溜さんにかぶさるようにして、あのキルクル稼がたら嫌だなと思って。だけど実際押されてた、押されてたずっと。はい、ちょっと残り30秒なんで、結論ローラーにしたいです。以上です。砂溜は、でも今回ピカプロス殺してるのって砂溜さん無理なんじゃないの。じゃあ無理無理だと思う。メイヤさん下で死んだって言いませんでした。いや上かもしんない。上、上絶対上、絶対上、絶対上。2人とも押してるから。じゃあゲンさんだ。ゲンさんだ。なんでメイヤさんさっき下って言ったんだろう。じゃあごめんそれ、ごめんごめん、見間違いそれはてか、まあ待たずに押す、押してほしいかな、うん、ローラーしなくていいんじゃね。ローラーでもネットベイの証言、ネットベイの証言がな。でもピカクロス殺してるのはないでしょ、砂溜さん。それはない、うん、ピカさん嘘。ボタンを押す。ボタンを押す意識が低い。ボタン押しの意識が低すぎる、はい、俺も押したから無理。はい、砂溜も押したんでちょっと無理です。だって砂溜さん無理なんでしょ。ボタン押したの、もうすでにボタン押したんで。砂溜さんローラーしなくていいじゃん。でもメイヤさんとのその話の食い違い、僕とも話の食い違いがあるから。あ、ごめんなさい。じゃあ、うん、あの食い違いの部分の弁解時間で今日いいですか。センターは砂溜さんをローラーで行く感じなんですか。いや普通に話すべき話があるからって感じ。うん、あそうか。一回、じゃあもう一回話すと、メッドベイにいるタイミングで停電が起きました。停電が治って僕はメッドベイを出てカフェテリアを通ってセンターさんを見て下に行ってます。そのタイミングで砂溜さんはメッドベイに行ってるっていう情報を出したんですけど、そこですれ違ってないから、はい、だから私を黒く見てるってことですね。で、そうそうそう、私目線です。私ごめんなさい、あのメッドベイ行くときに停電がいつ起こったかのかちょっと正直覚えてないです。で、メイヤさんがもしも白だったら、多分メイヤさんが出たときに私がカフェテリアの左下を沿うような感じでメッドベイに行ってすれ違ったんだろうなが私目線です。メイヤさんが白だったらそれです。メイヤさんが黒だったら私を釣ろうとしている以上ですね。で、あのセンターさんの私の黒要素って何でしたっけ。それの弁解したいです。いや僕も見てないからっていう話です。ああ、メドベイで砂溜とすれ違っていないからってことか、うん、なんでさっき下のルート通んなかった、通ったっていうふうに弁明して出てこないの。時間がなかったからです。なるほど。多分残り15秒ぐらいだったはずです、確かあの日。僕砂溜さんを疑ってなくて、ピカクロスを殺すタイミングダブルキルすればいい話なんで、センターさん。いや、それは通らない。別にゲンさんがキルです。別にこの二郎でも別にゲンさんが道連れするメリットはあるから。だとしたらゲンさんがそこでキルめ、ない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 、ある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 。二郎だったらだってローラーされ、だってローラーされる流れだったでしょ。でここでゲンさん切れば砂溜さん生き残るルートできるじゃん。まさに二郎だったらアルトさんが今砂溜さんを白で見てるっていうのが一番のメリットじゃない。釣りはしないよ。釣りはしないけどね。じゃあアルトと砂溜で行動しましょう。了解です。うん、それで丸く収まるんであれば、まあ、ありがたいです。分かりました、うん、じゃあちょっとアルトさんについていく感じにします。いいかも。じゃあ砂溜さんに最初ついていきます。タスクやべえな。6人称ありがたい落としどころつけてくれて、なれよ。まあメッドベイ行ってたっていう主張、いやでもアドミンでキルされてるからめっちゃ全然ありえるか。で、白はちょっとわからんね。クルワサっていうクルワサではないけど、
まあ砂田さんやっぱデフォで怪しいと思っちゃうな。ダノンさんか。ラソーさんってなるとキルはしてない気もするけどな。どっかキルあったっけな。知らないのか。セルフ。あれ今どういう状態だった？ちょっとエレクトリック入ったらレポートが光って寺蔵さんがヒュッて見えて、寺蔵さんがリポートした。ヒュッて見えた。ああそっか。じゃあいけるか。整理できました。うん、はい、寺蔵さんが横に動いてます、うん、エレクトリカルの中で寺蔵さんが見つけた、今情報量が多くてパニックになっちゃった今。僕と砂染さんが一緒に入ったタイミングでもレポート光ってた。メイヤーさん僕の後ろにいた。あ、そうですね、メイヤさんは確かにいましたね。よかった、つんなくて。じゃあ俺じゃねえか、寺蔵さんかな。そう、誰か何人かが来た、なんかひょっこり目の前から現れたのは見たんだけど。ということでね、一番最初にリアクターで怪しい行動をしてた2人がインポスターでした。やっぱそうなんだ。そうか。ああ確かに。動かないからこれ待つって流れでいいのかなと。確かに。確かにそうだ。二人を目撃される。全然治んねえから気になってしかなくて押しちゃったもんな。ちょっと最後情報量ってびっくりした今エレクトリカル会った時に。あれ？あれ？ああとか。でも2キルしてるんで。雑ロラで苦しんでるのか。うん、すごいね、ますね。エレクトリカルでキルした後リアクターを鳴らす。まあ、ゲンさんがリアクター鳴らして、メッドベイでトータスを殺して飛んでエレクトリカルに飛んだら、あ、そっか、エレクトリカルってセンター殺したんだった、どうしようって思ってたら。いや、メイヤさん見てよかった、直前でエレクトリカル入る前に砂田さんだと思っちゃってたな、証言的に。あ、いえいえ、でもよかった、釣らなくて。カフェテリアのメッドベイ何だったんでしょうね。何だったんだろう、うん、ごめんなさい、私もなんか混乱させちゃいました。あ、お疲れ様でーす。疑われてました、申し訳ない。寺戸さんが弁当往復してるのがすげえ面白かったっす。ピョンピョン、そうそう、ピョンピョンってされてて、あ、めっちゃ砂溜めさん疑っつった。いやいやいや、私も何だったんだろう、あの目の前行ったけどすれ違ったのかな、どうなんだろう。いや、すれ違ってないんですよ、下すれ違ってないで、ってたって感じなん。僕ずっとボタン押してくれってずっとやってたから、メイヤさんにも届かなかったけど。いや、僕初手押しちゃってるんですよ。あ、押してたのか。あ、そう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 。そうですね、一番最初押してます、ね。一番最初メイヤさんか、うん。そうなんですよ。あの最終日に答え合わせするの斬新すぎません？あの正直私自分のローラーが止まった理由がよく分かってないんですけど、なんでローラーが止まったのかっていうのが。まあ原産で一郎落ちてるっていうのがほぼ確実だったから、砂溜めさん原産の養老だったとしてもまあいいかなって感じじゃないですか、うん、あと砂溜めさんの怪しい点って本当そこの証言の食い違いしかなかったから、そうだから別に決定的ではなかったんで、うん、僕もなんかちゃんと推理し整理しとこうって思った感じで、全然するつもりなかった。誰かが犠牲になる人を一人つけとけばいいかなと思ったので、じゃあ、 ありがたかったです。確かに、あ、よかった。あれは、いや、面白い。僕タス言えなかったけどタスクめっちゃあったからペアできなかったんですよね。ああ、僕もタスクめちゃくちゃ残ってましたけど、砂溜めさんについて。そうそう、アルドさんが結構ついてきてくれたから、アルドさんのタスクやべえって思う、ちょっと途中でドキドキしちゃった。なかなか面白かった。面白い試合でした。メドベ行きたいのに締められるわ、リアクター鳴らされるわ、俺いつになったらメドベ行けねえんだよ、やっぱメドベ行きたら殺された。暗算だ。最初ローラーを押す流れもあのめちゃめちゃドキドキしながら、でも原作は外でローラーでいいよ。あれだ、うちの一票俺だし、だからそうなんだ。だからあれがなんか原作が押したんじゃない、いや寺蔵さんが押したんじゃないみたいな、なんかわけわかんないことになってた、そういうことだったのか。2人とも押してなかったんですね。いや、最初ゲンさんに4票集まったから、うわ、ゲンさん逆に白いんじゃないかって思っちゃってた。思った、僕も一瞬思った。
けれども、あそこからもう殺意がカンストしましたね。まあでも、でもね、寺蔵さんの証言と K さんの証言で動かない源さんがいるっていう証言は絶対おかしいですからね。殺意カンストした結果、結構雑に殺された気がするんですけど、私。てか、ただあの、道で殺したのが一応、私、今回、一応、自分なりのチャレンジで、あそこの位置だったら、アドミンに見つからないかなと思った。私、プロ強いね、確かに。一応、あの、アドミン情報では、下位置が割れなかったので、まあ、一応、自分としては、うん、結果だったか。あれ、原産ですか、はい、ほとんど前半は。全部私です。はい、ああ。そう、初手だって俺見に行ったのに、あれ死んでると思って、めっちゃ焦りましたもん。俺がめっちゃ怪しい位置になっちゃうよな、これ。サントスさんは結局どこで？あ、ウェポンにギリギリ入れない通路です。グループにギリギリ入れないし。カメラ映るか映らないかぐらいですね。はいはいはい。じゃあ、あれか、ゲンさんがウェポンに走り抜けたって言ったタイミングで殺されてるんだ。すいません、寺蔵さんが裸です。お。はい、あ、みんな着替えないと。本当だ、はい、着替えて一旦トイレ行こう行こう。はーい、はーい、ちょっと後で見直そう。メドベイ本当に分かんなかった。確かにセンターに説得されて、あ、確かにその線もあるなと思ってしまった。そうですね。そう、二郎だったら私が黒角になる、うん、確かにこの、そう、そうか、僕がこれを言ってること自体がメリットなのかっていうのは、うん、目から鱗、うん、あれじゃあピカクロスさんはリアクターの上のボタンのところで、うん、そうですね、あの、直そうとしたら殺されたんで、砂目さん大正解です。もうすべておっしゃる通りです。キルクルタイム稼いでいくためにキルクル、あ、じゃあもう本当にあと1秒、あ、ピカクロスさんギリギリのタイミングで殺したのかってことは、ピカさんキルしてから私あの自ら押してます、あのリアクターの上は。なるほど。俺見に行った瞬間にね、あの会議ボタンになっちゃったから、はい、見れたら全然あれだったんですけどね。あの、私目線だとほぼ切るとあのボタンが同タイミングだったら、多分私で直せてて、直せて切る入ってのボタンだったっぽいですね。だから死体が移動してるって感じです。はいはいはい、ゲームの処理的にはもう多分ほぼ同時みたいな感じの処理でしたよね、確か。そうですね、今回ちょっと慌ててて分かったことなんですけど、あの、手、あのリアクターに手触れてる間はキルクルタイム減らないんですね。減らないですね。アドミン見てても減らないですし、あとは、ボタンのとこも監視カメラ見てても減らないですね。あ、そうなんですね。コミュニケーションサボタージュ直してても。そうですね。他の画面開いてるもそうです。あと、例えば配電盤を、マップもダメ、あ、マップってあの、アドミンもダメです。自分のマップは大丈夫なんですね。自分のマップとかサボタージュマップ開いてるときはちゃんと減ってます。あと、最近気づいたんですけど、編集中に。配電盤とか直してて17秒で1回30秒に戻ったりするときあるじゃないですか。ありますね。あれって、あの、相方が殺してるタイミングらしいですね。へぇ、相方が殺したタイミング右下が1ってなるっていうよね。1って出ますよね。その時、あの、配電盤とか開いてると17秒とかに減ってても30秒にパコーンって戻るんですよ、ね。あ、そうなんですね。で、また配電盤閉じたりとかすると、ちゃんと16、15って減っていくんで。やってると、インコスやってるとき、相方の1って目視できます？確認できます？あ、でも、あの、キル見てると、ありますよ。ピコンって1回だけ光るんで。へー。あ、殺したなってたまに言ってますもん、僕。相方キルの。そうです、そうです。うんうん、1になる、殺したなりますよね。キルクールタイムが、あの、1キルのところが1って出ます。そう、1って表示、一瞬だけされてまた元に戻るんですよ、ピョコン。へえ、それは見たことなかった。結局忘れちゃうな。でもインポスターの時毎回そうね、忘れちゃいますよ。必死に画面見てるからね、うん、でさっきの画面すげえ難しくて、またちょっと感想戦に戻っちゃって恐縮なんですけど、あの、砂爪さんとアルトさんが組まれた6人盤面だと2キル以上出して発見されると、もう、あの、砂爪アルトが容疑者から外れるっていうのもあるし、うん、1キルした後アルトを殺しても砂爪には濡れないし、1キルした後アルトを殺しても砂爪には濡れないって状況ができちゃって、かなり難しかったですね。停電にしてアルトさんを殺す、で、砂爪さんに通報してもらう。あとは3、うん、もう4キルやりきるしかないっていう状況だったので、うん、なるほど、めちゃくちゃ難しいな、この状況って思いながらやってました。以上。これ部屋立て直し